まもなく開店です。準備の方はよろしいでしょうか。各自持ち場についてください。身だしなみを整えて、今日も明るい笑顔と元気な挨拶でお客様をお迎えいたしましょう。まもなく開店です。ふるさと大牟田屋、開店いたしました。はい、ただいま開店いたしましたふるさと大牟田屋。この番組は大牟田物産振興会の各お店や一緒に活動している仲間たちと楽しく語り合っていく地元の物産情報番組です。本日2月27日の水曜日、今日も FM 担当のスタジオから生放送でお送りいたします。ということで、本日出勤しているメンバーは、店長私森、はい、出向さん小本は菊水堂より出向いたしております。で次は、ミキサーをしていただいている、よささんです。はい、よろしくお願いします。寂しいですね今日は。まあ、ということで、本日は出勤は私1名ということでまたよささん相づちの方よろしくお願いしておきます。はい、わかりました。はい、ということでございます。まあ、2月もそろそろ終わりということでございまして、本来、例えば、店長の鶴くんに来てもらえれば蛾竜梅が多分今日あたりが満開だという話でしたので、天気持ってね、るのかな、うん、まだ雨は降ってなかったですかね。なんですよね。でその辺の話もしようと思ったけどもボツ、で、今度の土日だと、まあ、雨も降りそうだという話もあったりとかもありまして、まあ蛾竜梅が一番最後に咲くのであそこの境内にある他の紅梅白梅はもうすでに散ってしまっているということなので、うん、ちょっと寂しい土日になるかもしれないねというお話を観光協会の方からいただいておりました。うーん、やっぱり雨が降ると散ってしまうんですかね。どんな桜ほどひどくはないでしょうけどもね、なんかそんな感じだと思いますね。というか私 もう本当にね最近ほとんど見に行ってないのでイメージもあんまりつかないところで、まあ、ここはあまり深く下げません、はい、ということで、それも残念でしたけども、まあ、あとですねもう超個人的なお話になるんですけれども、はい、実はですね今週1週間この FM 担当に、私の家族が、全員バラバラで出演いたします。だから出演いたしましたと言ってもいいのかな。実は多分昨日だったと思うんですけども、はい、大牟田市の、番組で、私の、家内であります、はい、大牟田市議会議員森隆子が、なんか話に来たと。大牟田市の番組昨日おととい生放送かな。うん、よささんにふーんと言うと本当かなって聞いてたんだけど私実は本人から報告を受け取りませんのでそれも不安なところだったんですけど、まあそれで話があったらしいというところが一つと、それから、私の娘が一人いるんですけども、はい、その子はもうすでに修了は終わってるみたいですけども、なんか、長友小学校のことで、まあこれはグループで取材を受けてなんか話をしましたと、うんうん、これが金曜あたりどうやら流れるらしいということで、今週1週間で夫婦と娘と3人 FM 担当に声の出演をさせていただくということで、娘さんはこの前のそう大牟田大使に、はい、なったということで取材を受けさせてもらった娘でございます。はい、その話ではなさそう。いや、それでは個人的なやつではなくてなんか別の話だったみたいですね。うん、まあそういうことで、FM 担当から、に感謝状を送らなきゃいけないのか、FM 担当から感謝状をもらえるのか微妙なとこですけれども、まあそういうことで出させていただいてますので、まだ、聞かれる方があれば、ぜひお聞きいただきたいなというふうに思うところでございます。で、あとは、実はね映画の話を少ししようかなと思って考えてたら、この番組が始まる前のね、よささんの、番組のエンディングで映画の話がずっとなったんで、あ、そうですね、ね、もう 95% 言われてしまったので、あ、同じことは、いや全然いいんですよ。で実は
この番組をやってます、大牟田物産振興会というところも、会としてその映画を応援する会というのができてて、はい、そこのメンバーでいるんですね、はい、そうするとやっぱり、いろんなあの支援をしたりとかっていうような形もあって、で、まあ、そもそも、さっきの映画のキャスト云々以外の何の話ができるかなっていうと思った時に、一つこの、関監督という方が前回作った、はい、あの恋のしずくという映画がありまして、見ましたよ、えらい川栄里奈初主演、はい、あの広島の酒屋さんのお話ということ で、うんうん、でまあそれの、まあ、要するに地方にきっちりスポットを当てた、はい、関監督の第2弾がこの大牟田だということみたいで、うんうん、まあそういうふうな取り組みをしましょうというなんか流れもあるみたいで、その地域の人たちと一緒に地域の映画を撮って一緒に盛り上げていきましょうというふうな趣旨も多分にある映画だということなんですね。で、まあ、森さんも出られるんですか？私オーディション受けてなくて、うん、で娘は、なんだっけ受けて、B 判定をいただいたみたいですけども、今日現在でまだ出てというふうなあれは来てないみたいなので、うん、明日かららしいですね撮影が。そうなんですよ。それで、まあ、実はじゃあ大牟田物産振興会どうするっていうふうな話、支援をどうするって話になって、うん、せっかくならば、うちお菓子屋さんが多いですので、はい、毎日差し入れをしようやという話で、うんうん、いいですね、うん、で、どうも、大体増減はしてもスタッフとそれから演者さんという要するにあの役者さんたちと入れて40人ぐらいがなんか常に大牟田にいるという人数らしいので、まあ、その人たちにまあおやつで大牟田のお菓子をそのできれば毎日その差し入れができればいいなということで今メンバーあのうちの会員さんたちと調整をしている。それから、まあこれは、提供ではないんですけども、朝ごはん朝食に、私たちの大牟田物産振興会にも大福どんぐりの木マルキパンと3軒あのパン屋さんがいますので、まあ格安の値段で、うん、提供してもらえればということで、もうその辺ももうすでに明日から始まるので、そうですよね、そういうふうな一応支援という形でやっていきたいなというふうに思っているところですね。明日から撮影っていう情報は前々から来てたんですか？うん、それはありましたし、絶対喋るなと言われて、総スケというあのほら総合スケジュールもいただいてるんですよ。はいはい、これはいいんだよ。どこまで言っちゃいけないのか。でもね、本当に多分全部大牟田ロケなんですよ。前編をほとんど大牟田ロケで、別にその動物園だけじゃなくて、うんうん、その主人公が住んでるところ、うん、出会うところ、それから、うん、ま、歩く街並みとかっていうのも含めて、うんうん、で本当にその大牟田各地をロケしてるので、ぱったり出会うっていう可能性は十分にあるだろうなっていうふうに思うんですね。はあ、うん、そうですよね。あ、一箇所大牟田じゃないところかな、まあ、そのぐらいです。なので非常に何か見応えもあるし、実際にそのまあ自分が出てなくても、ああそこの町とか、あの店とか、うん、あの道路だよね、ごめんなさいね、何かちょっと花粉症らしいと申し訳ないですというふうなのがあれできるかなっていうふうに思いますの で、ね、でまああとまあそのまあ今言ったみたいにスケジュールが秘密とかっていうのもあるのは、結局その佐藤寛太さんとか、はい、それから藤本泉さんでしたか、はいはい、有名どころが来て、まあ、武田哲也さんも来れば、ね、朝の絵師が浅田美代子さんが来たりとかってするので、うん、もう結局事前にそれが漏れてしまうと、はい、それ目当てに押しかけてきて来てもらうのはいいけども、うん、結局その結果的に邪魔になったりとか妨害したりっていうようなことになったりとかっていうのもあるっていうのがあるので、まあでもやっぱ主に動物園の中が多いんですかね。そうでもなさそうですよ。あ、そうですか。やっぱ曜日曜日で一応なんかほぼ1ヶ月かな、28日ぐらい、はい、あって、でまあこの日は1日その動物園っていうのもあるみたいだし、そうじゃないところも結構あるみたいな。どうしましょう、
武田鉄矢さんが街を歩いてたら、それは声かけなきゃいけないでしょうね気づきますかね。うん、あの別にあの一人であのなんかなモニタリングやってるわけじゃないので一人で気づくかというそういうね番組では多分ないだろうなと思いますけどもまあそういうふうな形でできればなというふうに思ってます。でぜひあのそう明日からの期間中は大牟田市内をうろうろ、いつもよりもちょっとうろうろしてもらうと、あっていうところが多分あるかもしれないません。いや明日からだったらもうね現地入りされてるかもしれない。そうですね、明日はなんかスタッフがまずいろんな下準備もして、うん、演者さんたちの方のその次ぐらいから来るというふうな話だったので、でなんか主演の方々はずっと大牟田に泊まり込むという情報もあるので、ねえあのほら隣の荒尾市で映画撮影あったじゃないですか、あの時も目撃情報がねすごかったですね。そうですね、だって普通に多分ご飯食べに行くでしょうからね、缶詰ってわけじゃないでしょうからなんかそういうところでばったり出会う可能性もなきにしもあらずなので、ぜひ、ま、あの大牟田の PR とかっていうなんか堅苦しいその町おこしとかっていう意味じゃなくて、うん、やっぱり映画っていうのは、ま、多分最大のエンターテインメントね、もういろんな人 の、 あのなんか協力でできるものなので、その中に大牟田っていうのが入ってるのは多分とっても素敵だろうなと思うので、うん、しかも全国公開だからです ね、 そうなんですね、大牟田のことを知らない人もそれを見てね知っていただけるっていう、特にあの前回の広島のやつというのはいろんなあのそういうふうな地域の含めた賞もいろいろもらってるみたいな、海外も含めてもうぜひ大牟田のもそういうふうにしたいというなんか関監督の意気込みも聞いてますので、ぜひ協力したいなというふうに思ってます。ということで、後半曲を入れて後半に入るんですけども、後半は一応電話をつなぐゲストを考えてます。ただそのゲスト忙しくて今からつなぐんですけども、無理と言われればこのままの2人の話で後半も行きたいと思います。それではまず1曲聴いてください。よろしくお願いします。はい、それでは後半に入りたいと思います。ということで、ラジオつながっております。あ、ラジオだから電話がつながってます。もしもし、なぜ500円のお返しちょっと待ってください聞こえた聞こえた聞こえた大丈夫ありがたい、こちらで一応あのお知らせをしたいと思います。実は電話の先には今、ガリューバイのやってます福王寺で、販売をいたしております鶴くんがいまして、私は違うところに行ってると思ってたらもうメールが来て、福王寺で来てますよってことだったので急遽彼につなぎました。で彼からはお客さん優先なので、接客中は出ませんよって言われたらまさしく今接客中みたいでじゃあ電話つないでるんで接客終わったらこっち出てくださいねって聞こえてるかどうかも不安なところです。ひどい番組だねまたということで、実はもう一人方お願いをしようと思ってた方がいらっしゃって、それは、三池初市というところが、今度また3月の1日金曜日2日土曜日あります。で、そちらの方の、露天商の方の事務局をやってる前この番組にも、大蛇山祭りの、露天のことで来ていただいた川野さんという方にお願いしようとしてたんですけども、まさしく今日から多分1年間で一番忙しい時が始まってるので、ま、一応連絡をしますと、ま、その時無理でしたら結構ですということで残念ながら電話がつながらなかったので、ま、お忙しいだろうなということで、で急遽2番手でお願いをした、鶴くんも、ただいま接客中ということで、2人に振られた私はこれからどうすればいいんだというところで、させていただいてます。これまだ鶴くんつながってるのかな。あ、大丈夫です。あ、つながってますかった。だったら返事をしろや。いや違いますよ、今しようかなと思ったんですけど森くんが喋ってたので控えてましたと、はい、ありがとうございます、ごめんね忙しい時に本当に急に、はい、ちょうどすいません、ちょうどお客さん対応しておりました、申し訳ございません。ちょうどいい時ですということで、整理しますけども今、はい、鶴さんは、福王寺にいるということですか。そうです、福王寺の境内の下にいるにある販売所でお仕事をしております。オープニングの時に多分満開だ、今日明日ぐらいが満開だろうと話をしましたけども、はい、やはりその通りですか。はい、そうですね、満開ですね。もうちょうど先週の本当土曜日日曜日も来たんですけども、それよりももう咲いてます、う
なるほど。でやっぱり満開だとこれからはやっぱり散っていく方向に行くと、はい、だと思います。その後今週の末、そう、土日はどうかな、そのなんかな、初市とのほらコラボができるじゃないですか、土日だと今度、はい、あ、まあ土日というか土曜日とかだと、ね、はい、じゃあ多分このまま行くともう本当多分今のまま満開で、その他にある梅が少し散ってきているので、あれまだその程度なんか、はい、話には前の他の勾配白梅は散ってしまいましたって聞いたけど、そうじゃないの、ね、まだ通路に、道とかにあるそのしだれとかしだれ梅とかそういうのは大丈夫、咲いております。ごめんなさい、また嘘の情報を流してしまいましたけど、やっぱりどうしても明日の雨とかそういうので散る可能性はあります。ありますよね。で、まあ、すいません、申し訳ございません、お客さんですので、あ、じゃあここで聞きたいと思います。はい、どうもありがとうございました。頑張ってください、仕事。すげえ、本当にお客さん優先だぞ。ねえ、でもお客さん多いみたいですね。やっぱり満開というのはなんかテレビかなんかもあったのかな、あったみたいですね。ということは、まあ久しぶりにたくさんのお客さんもいらっしゃってるでしょうから、ぜひ商売にもあれしていただきたいなということで。本当に来たね。いや、ということで、ではもう一つ、ちょっとあたふたしましたけども、今電話をつないでたのは、福岡市の我流梅で、今日明日それからやっぱり週末ぐらいまでが見頃ということで、ただ明日の雨が心配というふうな情報に、また週末は、三池の初市、3月の1日2日 今度は、ここは日にちで決まってますので、今年は金土といういい日にちの、曜日になった三池の初市のことも少し触れたいなというふうに思います。でもうもちろん、行ったことあるよという方もいらっしゃるでしょうけども、とりあえずじゃあ三池の初市って、期限はみたいなことを一応調べてみました。ですね、やはりもうここは、250年前とも300年前とも言われるけども、年に一度、三池の町に住む人々は近郊の、親戚や知人などを家に呼び接待する習慣があると、まあ、それが年に一度やってて、それがこの市の始まりではないかというふうなことみたいですね。それで三池の初市というのは、九州最大級の春の市と言われ、200件以上の移動省、植木省の人々がこの日に集い、その後九州一円に散って営業を始める。各地では、各地でそれは初市と呼ばれているけども、三池初市はその歴史と規模から初市中の初市というべきものではないでしょうかというふうな話でしたね。あ、ということは実は、その今日電話をつないでいただこうと思ってました大牟田移動商組合の川野さんも、大蛇山の話をした時に、実は大牟田の大蛇山というのはそれから夏休みに入りますので、移動商組合とすれば非常に仕事の、スタート的な位置なんだと、でその日の、大蛇山での2日間の売れ方とか人のあれとかっていうのは非常に今後に、影響をする、スタート的な位置の、お祭りなんですよって話を聞きましたけども、これを見ても まさしくこの三池の初市もその移動省の人たちとも、これが始まりでこれから各地に散っていくっていうことですので、これもまさしく、業者さん出店業者さんたちにも初めての、位置というところで、なかなか感慨深いところがあるかなと思います。なんかね、300件ぐらい200件ぐらいの露天商が出るんですけども、はい、これ一つ一つに、5枚から6枚ぐらいの、提出書類があるらしくて、で、それを、電話をつなごうとした、事務局の川野さんが一手に引き受けてるらしくて、1000枚ぐらいの書類を作らなきゃいけないと。わー、もうそれだけでももう大変だなと思うんですけども、多分今日どうですかと事前連絡した時には、今日は、地割りの地引きをしてますと、要するにあなたはここ、あなたはここというのやつと、はいはいはい、これもまた、まあ、ほら場所によって売れたりだとか、
それから、まあ、同じような例えばたこ焼き屋も3軒並べるわけにいかないとか、そうですよね、いろいろ気を使うところの集大成なので、はいはい、電話は一応つなぎますけども出るかどうか分かりませんということですので、もうそれは結構ですと話をしてましたけども、まあ、残念ながらつないではできなかったですけども、まあそういうふうなところで、でもう一つは三重県の初市っていうのは、雨か風が強いか雪かっていうのがもうお決まりだったんですよ、うん、いや今でもお決まりなんですよ、はい、もうあやっぱり初市雨やったねとか、うんうん、やっぱり雪降ったねとか、やっぱり風強かったねなんですけども、どうやら今年はいいみたいで、ちょっと勝手 にあの天気調べたら1日の金曜日が、気温が、最高が17度で最低が6度で、確率雨の確率が 10%、うん、2日の土曜日が、16度の5度で、雨の確率が 40% ということなので、まあまあとてもいい三池初市日和になるんじゃないかなというふうに思いますし、やっぱり夜するようになって街灯の提灯とかもつけて非常に素敵な雰囲気の夜市になって、まあ、それが3月1日の金曜日の夜ですので、はい、この辺はもう出かけるのにちょうどいい多分気温と雰囲気ができるかなというふうに思いますね。うん、でまあ本来はっていうか、もともとはもともとそんなに移動商組合の露天商の方々が多いわけではなくて、本来は竹かごとか、そういう花手棒とか、そういうふうなやつを、販売している植木市とかっていうのが多かったんですけども、まあ、最近はいろんなイベントも入ってきて、そしてまあ個人的にはですね、3、4年ぐらい前かなからきびだんごを売るグループができたんですよ、うん、昔ながらのっていうと与謝さんは知ってるかどうかないけど、車を屋台みたいな形のやつを押しながら、はい、きびだんごを売りに来てたっていうのが、やっぱ知らないよね、あったんで、でその屋台を再現したんだろうなして、そのきびだんごを作って、 日頃全然違う仕事をしてるグループ、まあ、私の知り合いも何人かいるんですけども、うん、そこが、1000本、最初は1000本とかから始めて、最近2000本ぐらい作ってんのかな、全部手作りで、でも長蛇の列らしくて、あっという間なくなるという、まあ、そういうふうな、きびだんごをまた今年もやりますということで、いっぺんその横で甘辛団子を焼いて邪魔してやりたいとつくづく思ってるけども、なかなかそういう機会もなく、もしかしたらもう邪魔ができ太刀打ちできるような感じではないかなっていうふうな、そういうふうな大人気の、きびだんごも、うんうん、あったりしますので、本当にその単なるその露店とかを楽しむ位置だけではなくて、いろんなイベントだとかその時にしか売れない買えないものとか、初市のぜんざいとかうどん、それから春恋餅というのがあったりとか、またなんかな手形みたいなやつの販売もしてたりとか、それからセリとか刃物のセリとかもいろいろあるみたいですので、まあ、ぜひそれと、ジャーボーも来るということで、3月1日はねジャーボーの誕生日なんですよ。だから今度2歳かな、今度で、うんうん、だからその辺もなんか楽しんで、イベントとして見れるんじゃないかなというふうに思ってますけどもね、ま、天気が良ければ何よりということで、先ほど電話をしました、福岡市の、ガリュウバイ、まあ、これも1日2日は十分見れるみたいなので、場所的にも三池の初市とは非常に近いから両方を堪能できる、春になるんじゃないかなというふうに思っております。というところで、今日は、よそさんの力を借りて、まあ、なんとか、30分に乗り切りそうですということで、今日はこの辺で閉店をしたいと思います。まもなく、終了いたします。次回は3月6日、水曜日午後2時に、開店をいたします。それでは、本日は閉店をいたします。ご来店ありがとうございました。